せーの、こんにちは、りなです。今回は新大量購入品紹介、イエーイ。今回はちょこっと秋服も頼んでみた。で、新の中でもデイジーっていうブランドに絞って今回は選んでみたいけど、まあもう新で買い物するってなった時とかは割とデイジーが多いかな、リナは。でもめちゃくちゃ可愛くって、今からも使えるし、秋までね長く使えるお洋服もちょっと紹介していこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。それではスタート。はい、ということでまずは全身新絞りのコーデがこちらになります。まず一押しアイテムがこのボレロカーディガンなんやけど、これがさ、もう写真通りの可愛さ。サイズがリナは S サイズにして、これなんと1000円で買えちゃいます。安すぎる。生地はそんなに分厚くなくて、ちょっと薄めで、こんな感じでね、網網になってるから通気性がめっちゃいい。だから別に今の季節着ててもそんなに暑苦しい感じもしないし、まあ、やっぱ秋に着るのって可愛いなって思う。でもこういうのそろそろ一番困る時期で、夏終わりから秋にかけてってマジで何着たらいいか分からへんくなるから、ちょっとな、みんな手抜けがちな時期になると思うねんけど、その中でこれ着てみ、もうメロメロみんな。前に紐がついてるんやけど、これボタンついてて、これが斜めになってるよね。こんな感じで少し一癖ある感じのデザインがもうリナのドツボです。後ろはこんな感じで結構ミニ丈になってます。次、デニム、じゃじゃーん。こちら裾の前のところにスリットが入ってんねん。これなんかこれから秋になってくるとブーツとか履けるようになるから、ブーツ下にさ、こう仕込んであげてもチラッと見せちゃって可愛いと思います。で、丈は今スニーカー履いてめっちゃぴったりって感じやった。 150cm で、もしかしたらもっとズルズルになっちゃうかなって想像してたから、意外とね全然履ける丈感で嬉しい。次ね、こちら下に着てるインナーなんですけど、これもねシーンでーす。なんかこういうインナー系って結構ネットで買うの怖いからレビューしっかり見るんやけど、レビューがさ、もう大絶賛の嵐あってすごかったよ。みんなもうとりあえず迷ってるなら買えみたいな感じの方が多かったから、ちょっと買うわって思って。結果が先に言うと、リナにはちょっと大きかった。でもめちゃくちゃいいもの自体は。リナはね、バストがなさすぎるので。ちょっとあれなんですけど、この辺がちょっとねホールド感がなくって、そう、まあワンサイズしかないからさ、これが。なのでリナにはね、個人的には大きかったなって感じたんですけど、もうほとんどの人がもう絶賛してたアイテムやし、何よりも生地がよくって、こんな感じでさ、めっちゃ伸びんねんな。やし、もう薄くてペラペラって感じじゃない。結構しっかりした作りになってるから、着ててめっちゃ楽。後ろのね、背中の部分がこんな感じで結構パッカリ開いてるよね。そうそう、背中がっつりもう見えますって感じやから、今の時期とかやったらキャミワンピとか、この背中がちょっと開いた感じのトップスとか着る時にもめっちゃ使えると思う。結構厚めのしっかりしたパッドも入ってます。はい、ということで次ね、もうちょっとさっき着替えちゃったんやけど、こちらのトップスでーす。これさあ、見て、柄がな、ちょっとほら、わかる？これはプチプラに見えへんな。うん、サイトのモデルさんが着てる写真がすっごい可愛くて、こんな感じ、あ、出してる方がいいな、こんな感じやねんけど、ちょっとゴツめのネックレス、ゴールドのネックレスをして、で下はなんかスラックスとか白のとか履いててさ、へえ、やばーと思って、これやろう絶対って思ってちょっと頼んでみました。この柄がさ、こううねうねしてて、でな、しかもこれさ、こんな感じでちょっとシアーみたいな感じになってます。だからまあインナーによっちゃちょっと透けるかもって感じ。あと太陽の光浴びたら。だからリナ今黒のインナーを着てるねんけど、そしたら全く問題なく着れます。さっきのデニムと合わせてみたらこんな感じ。デニム合わせめちゃくちゃ好きなんだが、いいね、いいね。あ、サイズ S サイズにした。でお値段1000円、
やばいっすね。カラーが他にもある、かわいい、こんな感じのカラー展開なんですけど、あ、ブラック推しかも。でもリナやっぱり超使いやすい。でさあでさあ、ちょっとまたこれも秋っぽいアイテムになるんやけど、じゃじゃーん、こちらのジャケットを頼んでみました。なんかすごい韓国系のジャケットやって一目惚れしてんの。こんな感じで、で袖がな、ほら折ったらなんかラインが入ってる黒ので、さ、なんかちょっと特殊なのがここに紐、こんな感じの紐がついてて、多分ここになつけるねんけど、そういう感じで締めるときはじゃじゃーん、こうやな。うんうん、ここのねデザインにもすごく惹かれました。やっぱなんやかんやで秋はほんまにな、ジャケットが着たくなるし、こういうブラウン系のカラーのジャケット持ってたらな、マジで使えるからさ。襟に回してでも可愛いし、スラックスとか黒のワンピースとかも絶対可愛い。コーデの幅が広がるアイテムなので、いや毎年1着は絶対買います。丈もさ、なんかそんなにめちゃくちゃ長くなくってちょうどよかった。だから低身長のミナが着てもなんか着させられてる感が出なくって綺麗に着れる。はい、ってことで次、ちょっと待って、やばい、やったハイスヒールどうしよう。え、この服着るのがもうちょっと今回一番楽しみにしてたやつやねんけど、当たりすぎる。ちょっと全身全身サイズ感とかも噛み合ってさ、じゃーん、ちょっとくすんだ水色っぽい感じの色にブラウンのカラーで、でここに白いラインが入っててみたいな、この配色なかなかさないやん。この腕のさゆるっと具合とか脇の下とか完璧やん。で裾のところもさ、ちょっとキュッてキュッて内側に入り込む感じの形になってます。でこのねショートパンツ、これも今回頼んだやつやねんけど、これ1900円や。でS サイズにして、カラーはブラックです。結構しっかりしてて、で裾のところがこんな感じで、なんかダメージみたいなフリンジっぽい感じになってます。あ、ウエストだけね、ちょっと大きかったので安定のこちらをちょっと着付けさせてもらってます。このさ、トップスが結構長めでワンピースっぽくも着れるんやけど、下からさちょっとフリンジが見えてる、この感じが可愛いやんと思って、絶対合うと思って、そうセットで今回頼んでみたんやけどさ、これ折っても可愛いかもな。こんな感じ、え、全然いけるやん。こっちも可愛い、え、いい、最高。はい、ということでもう超当たりでした。次はどうしよっかな。あ、これにしよう。ちょっとさ、めっちゃ可愛い T シャツを見つけてしまって、今年マジシーンでどんだけ T シャツ頼んだやろってぐらいでね、また可愛い T シャツ見つけた、着てみよう。はい、優勝。やばい、これまずちょっと見てほしい、この T シャツとパンツ。カラーがホワイトでサイズ S にしてる。で結構ミニ丈ピッチめな感じかなと思うねんけど、そんなにパツパツにはならへん感じ、もう個人的には超ベストなサイズです。なんか正味さ、まだ9月に入っても暑いから全然夏服着る人がほとんどやと思うねんけど、かといってじゃあ夏服を大量に買い足すかって言ったら、まあそうじゃないと思うねんな。でもこれは800円やから買い足すべきであると思う。うん、それぐらいのレベルで可愛い。でな、この T シャツも十分感動してんけど、もうパンツ激推しかも。これな、なんか裾がこんな感じで絞れるタイプになってます。ちょっとカーゴパンツみたいな感じなんやけど、これ絞らんかったらこっちはこっちですごい可愛いけど、リナみたいな低身長の人やったら若干な、スニーカーとかやと擦れちゃうの心配かもしれへんから、これ絞ってあげてカーゴパンツみたいな感じで履くのがいいと思います。これあるのほんまにありがたい。え、やばい、どうしよう。なんか今年な、他のプチプラブランドでも何個かカーゴパンツを買ってみたんやけど、これちょっと一番いいかも。
なんかこういうスポーティー系のボトムスってちょっとシャカシャカした素材が今年流行ってたりするんやけど、それがちょっと苦手な人とか抵抗ある人も多いと思うねんな。けどこれはちょっと柔らかめのシャカシャカやから全然気にならへん。で、後ろウエストね、ゴムになってます。楽ちん。はい、って感じでまたまたシーンで推しパンツを見つけてしまいました。はい、ということで次、やばい、もうこのままやったら多分一生喋ってると思うから、ちょっと強制的に次行きます。あ、そう、次はまたガラッと雰囲気をね変えてちょっと秋っぽくで行きます。じゃじゃーん。めっちゃお姉さんコーデじゃない？かわいい。このトップスが S サイズで2300円やねんけど、この形ここがさ、ちょっとパカッと開いた感じのデザインになってます。で、なんかこういうのな、去年とかもリナ買ったりしてたんやけど、結構がっつりここまで下まで開いたのとかが多かったりして、なんかそれやと可愛いしトレンドに乗りたいと思っていざ買ってみたら、結構脇見えたり下のインナーとか下着とかの紐とかが見えたりするから、それがちょっとなーって思ってたんやけど、これは程よい、一番ベストな切り込み方。ちらっと肌見せしつつもなんかいやらしさがある感じの、そんな露出って感じにもなりにくいし、下着とか脇が見える心配もねないです。で、前部分がボタンになってて、こんな感じでセーターなんよね。丈は見て、丈はこんな感じでお尻結構隠れるぐらいの長めの丈感になってます。ボタンはね、この辺か、ここまでやな。今リナロングスカートと合わせて履いてるんやけど、デニムとかスラックスとかと合わせてカジュアル寄りなコーデにしてもね相性いいと思います。これも形めっちゃ可愛い、もう大好き。もうこれだからな、秋冬の服ってな、もうやめられへんねん。で、こちらのスカート、これもめっちゃ楽しみにしてたやつ。これさ、何色になるんやろ。ベージュかな。アプリコットやって、アプリコットでサイズが S サイズ1700円です。これはね、ハイウエストで履けます。で、ゴムとかじゃなくって横にチャックがついてるタイプのスカートです。今年はこういうちょっとふわっとした感じ、裾がのロングスカートにすごいハマってて、黒をめっちゃ集めてたんやけど、こういう白系のカラーは持ってなかったから、ちょっと秋にもさ使えると思って、で今の時期やったら T シャツ合わせてもな、絶対可愛い。ちょっとやってみようかな。やば、 T シャツ合わせめっちゃ可愛いやん。ちょっと夏終わる前にめっちゃこのコーデ着よう。で、今合わせてきたこちらのトップス T シャツなんですけど、待って、また T シャツやな。ほんまに C の T シャツはもうやめられません。これも S サイズにしたな。で、値段が1000円です。グレーの生地に緑のねロゴが入ってます。で、ちょっとちっちゃめのロゴやから、なんか主張もそんな激しくないから、すごい合わせやすい。サイズもすごくぴったりでした。丈はそんなにめちゃくちゃ長いわけじゃなかったな。お尻の上にちょっとかかるぐらいです。この T シャツに合わせたいなって思うさ、スカートがあって、これもな、グレーなんやけど、なんかグレーグレーでワントーンコーデやったら絶対可愛いやんと思って、ちょっと履いてみるね。去年シーンでゲットしたピンクのバッグをちょっと合わせました。このねスカートがリナはグレーにして値段が1300円で、 XS サイズがあったから XS にした。で、めっちゃカラー展開がさすごくって、で、結構なんか秋に使えそうな、ちょっと濃いめのブラウンとか、まあ、そういうベージュ系の色とかが多かったです。この裾にちょこっとだけスリットが入ってるのがねお気に入りで、しかもこれ中パンツになってます。もう例の中でこういうミニ丈のボトムスの時に中がパンツになってるっていうのがマジでポイント高くて、もうそういうのばっかり選んじゃう。あ、でな、これちょっとみんなに喋りたいって思ってた話があって、まあシーンのアイテムって基本的にはこう海外向けに作られてるものやから、サイズとかもやっぱりさ、日本人からしたらちょっと大きかったりするっていうのがよくあって、昔はリナものはほんまにそれでちょっと悩んでてんな。何着てもパンツとか特にそう、何履いてももうブカブカで、あーやっぱり日本人には無理かなーって、何は無理かなーって思ってたんやけど、そしたらデイジーってな、アジアサイズに
して作ってるらしい。だから SHEIN の商品よりもちょっと小さめの作りになってますって書いてて、最高、もうマジありがとうございますって感じ。多分これね、平均身長で考えてるのかな。平均身長が普通の SHEIN のやつやったら170センチで作られてたみたいやねんけど、それがレイジーとかやと160センチを基準にして作られてるみたいな感じで書いてて、もうありがたすぎる。だからかと思って、もう自分のセンスがいいんやってね、てっきり勘違いしました。そしたらこうやってしっかり考えてくださったみたいで、だからもう基本的にレイジーで何買ってもぴったりサイズのものがね多いです。はい、ということで次、じゃあこちらのデニムスカートを頼んでみました。これさ、なんか足目になってね、こっちの右側がちょっと長くなってるの、わかるかな。このデザインがすごい好きで、なんかこの辺からこうボリュームがあると結構下半身が分厚く見えたり、ボリュームがねあるように見えちゃうんやけど、この辺腰回りとかこの辺りは結構すっきりした感じになってて、裾にかけてね、こう広がってる、これがリナ的にはもうすごい着やすくて大好きな形です。もう T シャツ合わせが圧倒的に可愛いな。で、あとさ、何個か紹介したいトップスがあって、ちょっと T シャツ系やな、これね、パパパッと紹介しちゃいます。じゃじゃーん、こちらです。これも800円ぐらいやね。で、ブラックの S サイズにしました。で、この胸元あたりがね、しっかり開いてて、鎖骨が綺麗に見えます。ここになんか線みたいなラインが入ってたり。で、形がこの、キュイーンってなってて、チラッとね、横が見える感じの形です。今年マジでこの形のトップスがすっごい流行ったやんか、夏。リナも何個買ったやろってぐらい持ってるんですけど、やっぱ可愛いよね。なんかこうやってパンツの上に出してきても可愛いし、しまっちゃって横だけチラッと見せるっていうのもね、可愛いし。結構開いてはいるんやけど、こうやってしゃがんでも、そんななんか言うほど見えるわけじゃないから、全然安心。全身黒で結構なんていうのかな、クールな感じの印象なんやけど、しっかりね、見せるところは見せるっていうこのギャップがいいですね。はい、次もう一個の T シャツあんねん。かわいいんやけど、これが900円ぐらいやね、のホワイトの S サイズです。リブっぽい感じの素材で、この縦ラインが入った素材に浮き出た 3D みたいな感じのデザインです。シンプルコーデでもこのぷっくりどこがね、アクセントになってくれるアイテムです。はい、ということで次がラストのコーデです。じゃじゃーん、こちらです。好きすぎる。まずさ、もうみんな一番に目についたであろうこちらのトップスですね。これさ、どうやって着るの、どれが正解。こうやってさ、垂らして着ても可愛いよな。でもなんか結んでもいいかもね。こうこうってしても可愛いな。でもなんか垂れてんの好きやったかも。垂らしとこう。今のこの撮影してる段階ではやねんけど、この一番小さい S サイズが完売してるから、てかマジで可愛いから、絶対これすぐ売り切れそう。もう見た瞬間にあのカゴに入れた方がいいよ。袖の長さもちょうどいいし、ショート丈でゆるっとね、こう着れる感じが最高。これも当たりやん。なんかさっき最初に着てたやつ、ボレロとちょっとね形が似てたりするんやけど、ショート丈で、でもまた全然デザインが違う。あんまりこの胸元とかがそんなに見せたくない、でもなんかちょっとこういう肌見せしたいなっていう人とか、これぐらいがねちょうどいいんじゃない。はい、ということで以上がSHEIN大量購入品紹介でした。いかがでしたですか、いかがでしたでしょうか。めちゃくちゃ可愛くってくない。しかも結構あのリナ思ってたより秋服しっかり自分頼んでたなって思って、でまたね、ありがたいことに今回の動画SHEINさんとのコラボ動画になっておりまして、クーポンコードもあるので、ぜひ概要欄に貼ってるので使ってみてください。めちゃくちゃお得にお買い物できると思います。なんかさ、いつもリナそうやねんけど、自分のクーポンコードを使って個人的にめちゃくちゃ
お買い物してますマジでクーポンコードあるのとないのやと全然違うからさ、値引き具合が。そう、みんな使ってね。なんか本番特にリナに何か入るとかそういうわけじゃないから、もう安心してバンバン使ってください。はい、ということでこの動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタウェア、 TikTok もやってるのでそちらのフォローもぜひお願いします。ということでバイバーイ。